234、まあ、ゆっくりやるとこうでしょ、12ってこう音が戻ってるわけですよ、ね、だからピーパーピーパーってこうなってる感じで1、2、3、4、1と3のところでアクセントがかかってるわけだから自然に1、2、3、1が前にいて2がちょっと戻ってまた3が前にぶつかって、それが上の歯の裏側のね付け根に1と3でぶつかる、そこの位置がアクセントの位置になって、で2と4までそこにぶつけようって1、2、3、4はできないんだから1、2、3、4、前、後ろ、前、後ろってこう生きて動いていくからテンポに乗ってね、はい、じゃあいきますよ。でこの歌は早い102ぐらいの歌だけど今ちょっと90にしてあるから、はい、こっちの方が苦しいからね、ちゃんその代わりテンポに乗れる練習にはいいからこの速さでいきますね、はい、2、3、4、はい、いきましょう、はい、待ち合わせは回ってっていうの、回っての音はあー回ってとかこういう音じゃないから、あーをしっかりと前でブランコをしてやる、バーンとしてやるとあーま、まはほらブランコが戻ってくるでしょ、その音が強いかどうかっていうのはそのあーにかかってるわけ、はい、だからあー回って回って、それがあー回ってなんてこんな声になっちゃう、これじゃあこの歌はこう続けられなくなっちゃう、声がね辛くなっちゃうから高いからね、さそのままいくよ、はい、さあブランコに乗せてあげましょうね、聞いてる人、僕を乗せて地球は回る、何も知らない顔をして回る、いいです、一度止めて呼吸を止めて何も言えず立ち縮む僕、それは偶然で、そして運命で、知らないことなりと知ってたのに触れてしまったの、吸ってあげないと声はついてこないからね、ピーポーピーポーってね動いてますから、
が来るでしょ、それがちょうど回ってになってるんですよ。あー回って、それがあー回ってなんていうのが苦しいじゃない。だからテンポに乗っかってくれたら、どんなにね高い音だろうと長い音だろうと自然にそのテンポの中にあるから、例えばあーは苦しくないけど、あーっつったらすぐ苦しくなるじゃん。だから力入れるところってないんですよ、歌っていうのは。それよりも乗れるかどうかになってくるね。テンポに乗るっていうことは今みたいな感じ。